皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。ドンキーコーング3やっていきたいと思います。さあ流れに逆らえ。さあ前回ちょっとシステムとかを確認して、ほっはははは、はい、こういうところはいけるのね。でここの鉄たるを、あーなるほどね、 DK コインがここで取れるって寸法ね。えい、 What the fuck、 ちょっと待ってね。これ確かでもね、あれなんだよね、うまいことやるとこうだね。うまいこといかないねちょっと待ってね、ちょっとしたテクニックがやっぱり。OK! よし。ここは流れに逆らえだから、微妙にあれだね。さあ、ここで。で、このフィッシュ。いいね。またあれかな、おお、何こいつ、何お前。新手のやつが出てきた。さあここで来たー、エンガードかな、どっちだったっけ名前、もう忘れちゃったけど。さあここでこんな魚でペーン、オッケー。むしろ魚にやられる猿とは一体、オッケー。さあボーナス星を見30集めろ。さあこれ苦手。さあさあさあ、これで敵に1回でも当たったら終わりだから、エンガード、まあいいや、進んでいこう。さあジャンプもあるし、今のところ1つも当たってない。ちょっとここで1回、 OK、うまい、いいね、さすがワンツーとやってきたこの俺の実力で。一応こっちのね、ベビちゃんの方が使い勝手は悪いって個人的に思ってるので、やっぱりね、重量級は癖があるからね、いつのどんなゲームでも。お、今回はテントウムシで、さよなら。さあここなんか多分あるな、 N か、 OK。 バナナバードっていうのも、いっちゃおう、初めて。そうだね、ここで初めて何かボーナスステージがある。あそこで、あそこのお魚を多分ジャンプしていくんだろうね。よっ、さあいくぞ。これはどういう、なるほど。さあコングの G、 この KONG、 コングの、まあでも序盤だからか、ワンツースリー、ワンツーの中でもだいぶ取りやすいのかなって感じてるけど。さあここで、違うわ、こっちか、ここでこう、上ドーン、しゃあ来たー、これで終わりか。よし、いいよ。まずは序盤だからね。さっき流れに逆らえ。と、ストイプ、ストイプ。さあ、滑るぞ。さあ、どんな、滑るー。でも、こういうのって、ないか。さすがにないか。たまにね、なんか消えてるところか、見えてないところでアイテムが取れるときもあるし、すごいね。すごいね、君。何が目的でそんな屋根走ってるの？うわ、来た。あー、投げちゃった。いや、今のは悪臭じゃろ、アリンコ。さあ、いいよ。こいつはすごいね。ビジュアルがすごいね。いいね、響き渡ってる。たまにね、この下とかにもね、あれなんだよね、隠しがあるから。で、こいつは側転効けません。OK、ボーナス。さあ行くぞ。さあみんなやっつけろ、望むところだ。ドゥルドゥドゥルドゥルドゥ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 、
ね、下手くそでしょ。はい、こっちまで来るよね。いや、なんだろうな、俺繊細な動きって無理なんだよね。まあ、じゃあ豪快な動きそんなするのっていう話にもなってるけど、そんなことはない。さあ DK よ、ははさあ DK コインを OK、 大丈夫。さあここはだいぶ DD が強いね。この子の名前何だったっけ。1話で名前忘れちゃったよ。さあここで、はいはい、 OK、 第2ボーナス。必ず1ステージに2つはあるんだね。コインを探せと敵をやっつけろとか。さあこういう時は大抵一番後ろにいる。はい、 OK。 そうだね、ボーナスコインとかもあるからできればクリアした方がいいんだろうね。すごい、16個なんて俺ドンキーやってて会ったことないよ。さあバナナバードも見つけたいし、まあ、バナナバードは主にお店かな。ステージとかそのベアコインを取ってって感じかな。オッケー、ゴールー。さあそしたら2面なので本日ここまで。怖がりエリー。さあこんな感じでね、ドンキーコング3どんどん進めていきたいと思いますので、ぜひぜひまた見に来てください。今回そう、うまかったね。なんかやられずに済んでる。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイー。